ちろんですわ。ですからこんなものを用意しましたの。わわ、窓の外からも出てきたよ。な、天井からもですよ。私の力を見くびってもらっては困りますわ。せっかくお兄様との昼食ですもの、これぐらいのおもてなしは当然ですわ。カズくん、カズくん、豚の丸焼きだよ。私初めて見るよ。やりすぎだっつーの。ささ、お兄様はこちらの神座、私のお隣ですわよ。スイートルームですか？いつき？かしこまりました。失礼します。ようこそおいでくださいました、お兄様。もうお兄様ったら照れ屋さんなのですから。はい、いいえ、お好きなところだけお召し上がりください。それ以外は廃棄しますわ。私のために用意された昼食ですのよ。言うと思った。さすがはお兄様、その御心は昔のまま、広く優しいままなのですね。カモフンや、おひょうちはやはやひょひろよ。アリちゃんも一緒に食べよ。うん、無理でしょ。はい、お兄様。あん。そうですよね。皆さんに見られていては恥ずかしいですわよ。所詮あなたのような庶民にはお兄様の良さは分かりませんわ。私に分けてくれるよ。
みにしてくれるです。仕方がありませんね。この私の出番ですわね。この話を聞けば、いやおうにでもお兄様の魅力に気づかされることでしょう。準備完了です。よろしい。そうだよ、カズくんこんなにかっこよくないよ。それにもう少し髪の毛は長いと思いますですよ。皆さん、その紙芝居って長いの？全長567枚に及ぶ超大作ですわ。昼休み終わるわね。ならば次の授業の講師にお礼をお渡しして。もう致し方ありませんわね。それではショートフィルムを。いかがいたしましょう。残念ですわ。そうですよね。わかりました。そう、あれは私がまだ幼い頃。わあ、バイオリンとチェロだ。私、生演奏とか初めてだよ。姫の着信の曲とどっちがすごいですか？お兄様と初めて行った町内の夏祭りの日のことでした。あの時、迷子になった私の手を引いて導いてくださいましたよね。私が病に伏せた時、お兄様はお見舞いに来てくださったりもしましたよね。とにかくあの時はなんて優しくて頼りになる方なんだろうって思いましたわ。あ、もちろん今でもそう思ってますわよ。美しい思い出はそんな風にしか覚えてないんですよね。あら、そうですか。ですが、なんだかんだ言ってもちゃんとお世話してくださいますから。数々の優しさは忘れられませんわ。お祝いですか。おめでとうございますです。おめでとう。今回の出来もまた一段と素晴らしい。さすがは小寺編集長、今回も愛にあふれてます。もうバッチグーでパーフェクトですよ。そうだろ、そうだろ。すごく愛にあふれた作品ね。
そうだろそうだろ。ってカズマ、いつからそこに。俺たちの弓さんへの思いの丈を創作漫画にぶつけて何が悪い。でもさ、そのぶつけるベクトルが微妙に間違ってるわよね。カズマなんぞに言われる筋合いなどはない。私なら卒倒するわ。卑怯だ。知らなくても生きていけるものよ。そうですよ、ユミさん。はい、パース。はい、リードおじさん、パス。はい、って回せばいいんですよ。おちびさん、パス。脇役はすっかんでる。そういえばこんなこともあった。よく知ってるね。我々のリサーチは完璧ですから。だからお前らすっかんでろっての。ところでユミさん、俺様の漫画の感想。難しくて読み飛ばしちゃった。第14号、1号から13号まで毎月発行しております。他のも見てみたいな。ユミさんがそうおっしゃるならさらばってきます。はい。あら、ありがとう。大事に読ませてもらうね。ユミさん。なに、一撃か。たまっちゃった。こんな本なんて作っちゃってご迷惑でしたか。なんで。じゃあ音がめはなしなんですね。当たり前だよ。むしろもっと作ってほしいな。ユミさんからそんなもったいないお言葉がいただけるなんて。やろうでも、これから戻って特別増刊号を発行するぞ。やってん。でも一撃くん、すっごく輝いて見えたよ。バイバーイ。
べなくなったらカズくんよろしくね。
は確か日が暮れて寒くなってきちゃって、寒い寒いって言ってたら、カズくんが抱いて温めてくれて、カズくんたらずっと抱きしめてくれてたから、なんだかずっと恥ずかしかったんだよね。買い物の帰りですが、何か問題でも？カズッチは冷蔵庫が二人の千葉喧嘩の場面に通りすがってはいけないとでも言いたいのですか？チワワなことで喧嘩はしてないよ。夕飯を食べに来てくださいね。へい、喜んで伺います。では先に帰ってます。カズッチも寄り道しないでさっさと帰ってきてくださいね。さあカズくんも帰りましょう。スッチのケチ。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。早速続き読もうっと。あら、ゆみちゃん何読んでるの？私の同人誌。あらあら、面白そうなの読んでるわね。すごいでしょ。ユミちゃん人気あるのね。カズもあんまりぼやぼやしてるとユミちゃん取られちゃうわよ。じゃあ私カズを取っちゃおうかな。楽しいよ。
確かにそうかもしれないよね。だってここに書いてあることって私とカズくんの思い出なんだもん。他の人が書いてるのってちょっとおかしいよね。やっぱりこういうのは私が書いてこそ本物だよね。私は変。